どうも、冒京太郎です。似てないですか <laughs> はい、すみません <laughs>。えーっと。 え、だいぶ過ごしやすくなってきましたね。はい。ちょっとふざけてしまいました。ごめんなさい。え、テーザー放送鉄尾です。え、冒太郎を見たことない、知らない人には全く何のネタだかわからないんですけども、え、漫画でね、やってますんでね、え、ちょっと見ていただきたいなと、そっくりですから。はい。え、ということで、え、何の話だったかな。え、これからまあ、運送業に来る人に対しての真面目なお話を今からしようかなと思います。え、何かというとですね、まあ、運送業慣れている人、まあ、何十年もいる人じゃなくても、 数年いると、だんだんこういうのにも慣れてくるんですけど、やっぱ最初、うん、未経験で分かんない時は、仕事も覚えなくちゃいけないし、トラックにも慣れなきゃいけないし、えー、会社のコミュニティにも馴染まなきゃいけないというので、覚えることたくさんあって、いろいろ精神的に、あの、大変な時期です。そして、その大変な時期に追い打ちをかけるような、ムカつくやつ参戦。えー、これをやろうかなと思います。まあこれ、ベテランの人でも、ああ、ムカつくよね、あいつ、みたいな。あの、そういう人がね、やっぱ出てくるんですよ。で 運送業界ですね。まあ、運送会社ではなく運送業界に、えー、飛び込む。自分が運送業界人になるとですね、えー、必ずムカつくやつが出てきます。これを3選で上げていきたいと思います。そしてその対処法など、えー、教えていきたいなと、えー、お話ししていきたいなと、えー、思います。よろしくお願いします。未経験の方はですね、これ必見でございます。これにイライラしてるともう仕事にならないよと、えー、ここら辺とうまく付き合うとか、うまくいなす、えー、そういう方法を、あのー、今からちょっと伝授して しますので、うん、あのでで頭の片隅もも置いといてもらえるとあのムカッと来た時にあそういえばこれ鉄道がなんか言ってたな。あ、うん、よし、こういう風にちょっとあの気持ちを整えようみたいな感じになってえ、爆発せずに済みますのでね。はい、あの、よろしくお願いします。え、運送業界に来る人へ、えっ、ー、と、なんだっけ。 えー、運送業界で出会う、ムカつくやつ。はい、えー、ムカつくやつとエンカウントします。最初、1、えー、これは、フォークマン、えー、リフトマンという言い方をしましょうか。はい、えー、フォークリフト、えー、リフトに乗っていて、荷物を積んでくれる人であったり、下ろしてくれる人、えー、つまりお客さん先の人間であったり、まあ、自社工場だったら、えー、自社の、えっ、ー、と、フォークマン、リフトマンが、えー、これね、やっぱ、ムカつくやつでたまにいるんですよ。 なので、1は、えっ、ー、と、フォーク、リフトマンでございます。えー、これまあ、ベテランになってくると、こう、あの、お互いに、こう、顔見知りになってきたり、気心が知れたり、えー、そうなってくると、別に普通に会話したり、えー、ムカつかなくなるんですけれども、やりようがあります。えー、やっぱり向こうは、フォークリフトです。あの、出港出番とかね、えー、作業をしております。えー、そしてこっちは、荷物を積みに来た、えー、もしくは、おろしに来た、えー、というところで、あ、すいまこれ積みに来たんですけど、っていきなり人、なんだよ、お前、危 せえだろうみたいなあのそういうことを言われたり入ってくんなよみたいなあのそう邪見にされたりとかですね、えー、でずっといつまでも待たされてすいませんまだですかって行くと黙って待ってろよみたいなあのそういうやっぱりムカつく態度を取られたりしますそしてあのやっぱ未経験で分かんないとやっぱ人うんでやっぱ対人対人なのでそして相手があの年下とかね明らかに兄ちゃんみたいなあの人だとあの年上の人はねやっぱりあの腹立ったりする人もいます、えー、なのでこ,こ ここは、やっぱり一つ注意なんですけど、えっ、ー、と、フォーク、フォークリフトに乗って仕事をしている人に近づき方というのがありますね。はい。えー、これ、フォークリフトは、あの、乗って仕事したことない人はピンとこないんですけれども、えー、フォークリフトっていうのは、ま、荷物を持って、え、進むわけなんですよね。まあ、前に進むか、後ろに進むか。えー、ということで、それでま、仕事をしてるんですけども、フォークリフトで、え、荷物を持つっていうのはね、え、やっぱあの、爪の上に乗っかっているだけなので、えっ、ー、と、すいません。 多くのボケありますけれども、えー、まあ、こういう爪になってますよね。この爪の上に、えー、荷物が乗っかってるだけなので、まあ。 あのー、やっぱこう、安定感がね、いまいちないんですよ。あのー、荷物の重さで、この爪の上に乗っかってるだけでありますので、で、前に進んでいるときに、えー、いきなり声かけられて、急ブレーキかけると、ゴロンゴロンとこう、えー、荷物が、えっ、ー、と、転がって破損してしまいます。えー、なので、あのー、結構ね、神経質なんです。えー、フォーク乗ってる人。なのでですね、フォークの人に声をかける時のコツがあります。これをお教えします。えー、これ、あの、近くまで行って声をかけるとか、このね、一番ダメなのは、これを人とします。 あのフォークに乗っててて仕事してますこの、この位置で、後ろの位置で声かけては絶対にいけません。これ、フォークリフトっていうのは荷物を持ったら、後ろに下がる。やっぱ、あの、これ、後ろに走るのが、えっ、ー、と、基本的な動作の一つなんですよ、フォークリフトって。えー、つまり、後ろに進んでいればブレーキかけた時も、荷物が転がらないじゃないですか。このバックレストという、ここの、えー、支えに当たって転がらないので、基本的には荷物を持ったら、後ろに進むのが、フォークリフトの基本的な挙動になります。えー なので、ただ、えっ、ー、と、運転してる人は前を向いてますよね。なので、首をこう、ぎゅっと、あの、後ろに向けて、えー、こう、バックするわけなんですけど、四角が多い、何しろ。なので、後ろで声をかけるとびっくりします。はい。えー、なので、あの、ここは、しかも、あの、後ろって、あの、ウェイトになってますよね。あの、重さ、重りが乗っかってて、もちろん、あの、荷物を、ここに重い荷物を積むので、後ろに、え、重りが乗っかってます。えー、つまりですね、荷重のバランスこっちにかかってて、つまり何が言いたいかというと、後ろ、ケツで人を弾く とあの致命的なダメージを負うんですこれ後ろまあバックで何かにぶつかるともうあのあっという間に致命傷を負いますので、えー、なのでフォークの人もすごく気をつけてます、えー、そして声をかける人もフォークの後ろから近づかないことこれが一番大事です、えー、なのであのすぐには動けない横、えー 本当に声をかける。まあ、書類を持ってきて荷物これ積みたいんですとか、これ、あの、持ってきました、降ろしたいんですっていう、えー、じゃあ、あそこにいるフォークに声かけて、みたいな、そういうパターンの場合は、あの、フォークリフトの人が、まあ、えー、できれば荷物を積んでいない時に声をかけるのがベタータですけれども、えー、まあ、そうもいかない。まあ、荷物をこう積み下ろしして、こう、ウィンウィンと走っている時にでもですね、あの、声をかけるのは、えー、距離を、うん、距離を取って、えー、すいません。 で、けど、わいかし遠くの方から声をかけてください。そして、自分の存在を向こう、こっち側に、なんか、あの、呼んでるやついるだと認知されてから、すいません、ちょっといいですかって、たたたっとこう、あの、歩み寄って、横に歩み寄る。こう、横にですね。はい。え、こう、後ろに行ってはいけません。あと、前も、あまあ、良くないですね。え、なので、こう、横に、横からあ <laughs>、えー、あの、え、あの、アクセスするようにしてください。で、そうすると、まあ、他のは横には動かないので、 えー、そうすると、ああ、これ積みに行ったのね、あじゃあ待ってて、みたいな、えー、そういう存在な感じになります。そして、あの、まあ、ホークマンと、いつも積みに行くホークマン、えー、と仲良くなりたいんだったら、えー、休憩所で一緒にタバコ吸って、缶コーヒーどうぞこれ、あの、さっき俺間違って買ったんでよかったら飲みますかみたいな、あの、そんな感じでわざとらしくてもいいので、どうぞ、っていつも積んでもらってるんで、あの、どうぞ、みたいな感じでやると、お、いいの ありがとう。みたいな感じで、あの、なんかよく。もうあの、やっぱね、運転手も、あの、リフトはもう単純です。やっぱ、お互い人間ですし、で、あの、歳が若いとか、年こくっ,っていうとか、あんまり気にしない人たちが多いので、えー、まあ、気持ちのいい人たちですよ。えー、なので、付き合ってみると全然悪い人じゃないので、えー、これ、やっぱ、危険、<laughs> 危険なことをされると、やっぱり、こっちもそうじゃないですか。あの、トラックの四角の方からいきなり尿気取れなくて、うぃすみたいなことやられると、あっ、プネだ、こたこーってなる。あの、お互い えー、ということで、安全な距離から、えー、死えー、認識してもらって、書類を出すなり、声をかけるなり、いきなり後ろに、えー、もうあの、ケツに、えー、もうあの、触るぐらいの近いところから、じゃ詰み来たんですけど、って急に言うと、あの、本当に、あの、怒鳴り声張り上げて怒られますので、えー、そこをあの、未経験の人は注意してほしいなと。えー、そうすると、だんだんムカつかない対応に向こうもなってきます。はい、気をつけてください。えー、一つ目は、ホークマン、えー、リフトマンですね。はい、そして、二つ目。これがね、あの、極限、究極ムカつく。 ことがある。えー、警備員、えー、ですね。はい。<laughs> これね、あのー、現場の警備員とか、あのそこら辺がまああのー、ランク的には一番ムカつくやつ多い。えー、あとは次は冷凍倉庫のあのー、警備小屋の警備員。で、三番目はあの大きいあのー、倉庫とか工場とかのあのー、警備員室があって門番もらうところの警備員さんはそう変な人はあんまりいない。えー、まあ釈止常規でちょっとムカつくなっていうのはあるんですけど、まあこっちがね、あのー、ちゃんとした対応すればそういうところの警備員さんはまあ。 りりかししちちゃんとと対応してくれます敬語で、えー、きっちりと、えー、ただですね、現場、もう現場の警備員は質が低い。えー、とにかく、えー、<laughs> まあ、あの、ちゃんとした人たくさんいますよ。これまあ、フォローじゃないですけど、ちゃんとした警備員さんもたくさんいる中で、ただ現場の警備員っていうのは質の低い人間に当たることが非常に多い。えー、なので、あの、まあ、冷凍走行っていうさっき話も出しましたけど、なんかやっぱ警備員さんってこう、年が上の人がつく、 え、パターンが多いですよね。やっぱなんかおじいちゃんとかおじいさんとか、えー、そういう人は結構やっている印象はあります。なので、えー、こっちがやっぱり若いんですよ、警備員さんよりも。なので、な、なんとなく僕らは、警備員さんどうも、とか、あの、まあ、なんとなくこう親しげに話すことあるんですけど、あの、向こうはなんか舐められたくない人もいたり、あと結構上から、あの、来る人とか、もうさっさと嫌や、もう時間ねえんだよ、みたいな、あの、いや、いや、お前、親方じゃないよね。<laughs> みたいな。あの、そういう人がいたりとか、えー、あと、まあ、わかんない。未経験だとわかんないから、いきなり現場の前につけて、ちょっと、おろしに来たんですけど、っていうと、なんだ、連絡取ってあるのか、みたいな。あの、基本的には現場っていうのは、親方と連絡取り合って、入っていいよの連絡が来たら、えっ、ー、と、現場の中に入って、誘導で、えー、まあ、けるというのが、基本的にスタンダードな流れになるんですけど、えー、未経験でそれもわかんないで、いきなり現場、あ、もう現場ここじゃん、みたいな。もう一応止まって聞いちゃおう、みたいなことになると、やっぱ現場、 現場の前って結構最近は厳しくて、あの、駐車しないでくださいみたいな、すごい厳しいとこあるんですよ。えー、なのでこう、現場の前にいきなり連絡もなく止まると、お前何やってんだみたいな、あの、警備員としてはすごいね、あの、慌てる人いるんですよ。で、あの、怒られるのが嫌だから、何しに来たんだみたいな。いや、ここ現場なんでちょっと持ってきたんですけど、みたいな。で、あの、話が噛み合わないと、もうあの、なんか、なんてこう、説得していいかわかんないので、警備員さんの方も。もういいか早く出ろ出ろみたいな。 いや、こっちは、いや、持ってきたんだけど、どうすればいいか教えてよ、みたいな。いや、そんなのいいから、もう早く出ろよ、みたいな。それでね、あの、やっぱ温度差があって喧嘩になったりとかってするので、えー、やっぱ現場の警備員さんは、あの、ちょっと気をつけた方がいいな、と。そしてもう、すごい偉そうな人もいる。あの <laughs> ああ、もう早く来てみたいな、時間何だからみたいな、あの、そういうので、こう、あの、ピーピーみたいな、こう、あの、誘導するんですけど、ああ、もう、下手だな、みたいなこと言う人いるんですよ、たまに。あの、ま、こっちは別に下手だったらですよ。あの、みただ、現場の中、こう、暗くなってて、ま、真夏で、外が超明るい。そして、現場の中が、あの、暗いと、やっぱ見えないじゃないですか。でも、警備員は、あの、建物の中から誘導してるから、周りが全部見えてるわけですよ。そして、こっちがちょっともう、全然暗く お前何年やってんだよみたいなのとかね。そうするとやっぱこう向かっとくるじゃないですか。全然見えないんだよみたいな。あの、その気持ちを向こうが分かってくれないでイライラしたりとか。えー、あとなんか警備員さんによっては、俺昔トレーラーの運転手だったんだよみたいな。<laughs> 俺もう25年トレーラー乗ってて、まあちょっと、あの腰悪くしてさ、今ちょっと ちょっと今、休憩してんだけどさ、みたいな、あの、そんな、なんかマウント取ってくるやつ、あの、全然聞いてもいないのに、あそしてまあ、すごい偉そうに、何、あの、何年やってんのとか、関係ないだろ、<laughs> みたいな、あの、そういうね、本当に、 あのちょっとこっちが求めてない会話をしてくる人とかあ、さっきもあった、あの、冷凍倉庫のあの小屋、警備小屋の警備員とかも、あの、こう知らないでやっぱブーンと入ることあるじゃないですか。で、まあ、呼ばれて入ったにしても、あの、なんだ、お何急に入ってきてんだ、みたいな。あの、俺がもうあの、来いって言ったらここは入るんだよ、みたいな。もうあの、自分の、もう全部、あの、やり方で、もうそこを仕切りたい、みたいな。あの、もう勝手に入んじゃねえぞ、お前、みたいな。お前、みたいな。 いやいや何、な <laughs> にえ、あなたゼウスなのみたいな。<laughs> 全部俺がこの倉庫仕切ってんだから、みたいな。あの、そういう、あの、警備員さんね、ちょいちょいいるんですよ。あの、ごま稀に遭遇するんじゃなくて、ちょいちょいいるんですよね。えー、なので、 あの、ま、気をつけて、え、気をつけるにも気をつけようがないんですけれども、え、そういう警備員さんと当たったら事務所に入って、あの、警備員さんがこうこをこう言うんですけど、あの、どういうことなんですかで、あの、聞いてください。そうすると、ああ、いいのいいの、別に気にしなくていいから、みたいな <laughs>。あの、ナンバーのバスつけて、みたいな。あの、そういうことになるので、あのね、冷凍倉庫の警備員さんは本当になんかこう、意地が悪い人が多い。 あの、もちろんいい人もいますよ。もちろんいい人もたくさんいるけれども、たまに意地の悪い、あの、陰険な人に当たることがありますので、えー、これコメント欄に、あの、くださいね。あの、なんとか水産の冷凍倉庫の、あの、警備員は、とかね、<laughs> 多分来ると思うけど、あそこの現場の警備員はいつも、あの、あれです、みたいなね。はい、来ると思います。さあ、すいません。ちょっと長話になっちゃいましたね。えー、なので、あの、警備員さんには、あの、気をつける。まあ、ルール通りにこっちがやってれば、あの、別に謝ることも、あの、恐縮する。 することもないいので、はい、あの普通にやってください、えー、そして、三つ目。これはちょっとあの意見の分かれるところなんですけれども、歯医者係、えー、になります、えー。未経験でやると、やっぱりあの分かんないことがあるわけ。そして、まあ、ああのー、 ね、なんでしょうね。教えてくれる先生と、あの、廃車係って、やっぱね、ちょっと温度差があるんですよ。で、教えてくれる先生は、運転手、ドライバーの仲間なので、あ,あこれは別にいいよ、うん。あの、こう、なんとなくこうやっといて、みたいな、あの、そういう指示であっても、医車係に、なんお前、全然やってないじゃないか、みたいな、あの、きっちりとしたルールを守る系の人だと、ああ、いや、あの、なんとかさんにこれ別にやんなくていいって言われたんですけど、みたいな言うと、やんなくていいわけや、あるわけねえだろ、みたいな。 나가요よく는か <laughs> やんなくていいわけねえだろ、みたいな。あの、ちゃんとやっとけって俺言ったよな。俺指示したよな、みたいな。あの、詰めてくる人いるんですよ、敗者係って。あの、なんでやんなかったんだ、みたいな。やんなかった理由を教えろ、みたいなのとか。あの、なんで俺の言うこと聞かないんだ、とか。こう、詰めてくるんですよね。あの、ま、ちょっと気をつけてね、とか。あの、ま、これやっといた方がいいよ。今度から、あの、やるようにしといて余裕があったら、みたいな。大体は、あの、うんと、こう、懐の深い、あの、敗者係多いんですけど、あの、 ところが深くないと配車係でできないのでそもそもが、あの癖の強い運転手を何十人も相手しているので、あの自分のやり方きっちり守れみたいなあの懐のちっちゃい人だと配車係そもそもストレスで続かないんですけど、たまにいるんですよやっぱりあの自分が持ってきた仕事だとかそういう、えー、いうおこのお客さんはこの俺のお客さんだからちゃんとやれみたいなあの勘違いしている配車係ってたまにいて、えー、そういう配車係がいる会社にあたってそして。 であの未経験で行くとお前なんで俺の言うこと聞かねえんだみたいなあのそういうことであの詰められたりするんですよねあのそういう会社界の場合はあのドライに対応してくださいはいはいわかりました次から気をつけますやってきますはいすみませんでしたみたいな。 表情を変えずに、はい、その運転手さん、おはようごで、えー、周りの運転手さんに、配車係にこういうこと言われたんですけど、あの、こうやってどうなんですかね。ああ、あいつうるせえんだよ、みたいな。一応見てる時だけやっとけ、みたいな。あの、そういう対応になると思いますので。えー、ただ、配車係と敵対しても、あの、いいことはありません。えー、なので、一応、礼儀正しく、あの、やれって言われたら、じゃあ、やりますと。えー、で、まあ、あの、ピシッと、うん、とりあえずやれって言われたことをやっとけば、あとは問題ないので、あの、それ以上詰めてくることはないですから、 あとは普通に言われたことをはいはいやっとけばいい。えー、そして、あの、反抗したりすると向こうも無気になる人いるので、えー、ここはやっぱ大人の対応として一段上に立った、敗者係の一段上に立ったつもりで、うん、わかりました。ありがとうございます。やっておきます。みたいな。あの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みたいな。あの、とりあえずお礼言っとけば、なんとか丸く収まるんですよ。あの、お礼言われて、なんだてめえその態度はっていう人いないんですよ。あ、これわかります えー、なんならもうあの、やっとけって言っただろう。わかったかみたいな。はい、わかりました。ありがとうございます。ってことで言うと、それ以上詰めてこれない。はい、自分が間違ってました。あの、以後気をつけますんで、すいませんでした。ありがとうございます。ね。<laughs> これで、ね、それ以上もうあのね、追撃してこれなくなるので、ありがとうございます。 で終わらせる。えー、そしてまあ仕事は別に、あの、通,通常通りに、あの、教えられた通りにやればいいだけ。えー、なので、あんまりこうね、関わらない。深く関わらない。あの、飲みに行こうとか、あの、休憩してる時に、歯医者係が寄ってきて、缶コーヒーを持ってくれたりして、ちょっとあの、一緒にタバコでも吸おうぜ、みたいな感じの時も、あの、あ、いいです、大丈夫です。自分タバコ吸わないで、みたいな。あの、本当は吸う人でも、あ、自分さっき吸ったんで大丈夫です。ありがとうございます。みたいな、あの、あんまりね、深い関わり合いを持たない。そして、あの、 いや、嫌な仕事でもある程度率先して引き受けてあげるっていうのも一つポイントで、あの、誰にもやっぱ振り、振りづらい仕事ってのはどうしても仕事なのであるんですよ。あの、例えば夜間の仕事であったり、金にならない横持ちの仕事であったり、あとゴミ捨てに行くとかね、あの、そういう、誰かがや、やんなきゃいけないけど、あの、ベテランの人は嫌がるような仕事って、あの、絶対会社の中であの、出てくるので、そういうのをたまに、あの、自分があの、余裕がある時に、ああ、いいっすよ、俺行く、行きましょうかみたいな。 あの、そんな感じで、一回二回手伝ってあげると、あんまりね、激詰めしてこなくなるんですよ。あの、自分を助けてくれる人があんまり周りにいない人だと、あの、余計に、あの、あ、こいつ俺の味方になってくれっかな、ワンチャン俺側についてくれっかな、みたいな感じで、あの、それ以上ね、あの、詰めてきたり意地悪したりしなくなるんですよね。えー、なので、ちょっとあの、嫌な仕事を率先してやってあげるっていうのが、えム、ー、カつく歯医者係に対する、あの、まあ、対応、えー、正しい対応だと思います。 はい。えー、ちょっと長い動画になりましたね。これ。<laughs> え、ランク外も一つ持ってたんですけど、まあ、ちょっと次回に譲りましょう。はい。えー、運送業界で出会うムカつき圧参戦。えー、その対処法でございました。以上です。ありがとうございました。ごきげんよう。<laughs>